はい、本日9月30日阿部藤枝戦ありまして、そのことを喋ろうかなと、思います。0-2 で負けました。はい、まあもう終わってしまったことなんで、ぐちぐちは、言いません。はい、2試合連続で 3-0 で勝利加賀の、前節、バンホルコフ富士山ダービー 0-0 引き分け、本日、静岡ダービーなのかな、一応、はい、0-2 の、敗戦、15試合ぶりの、敗戦かな。はい、で次節、ジュビロとの本当のね、静岡ダービーがあるということで、まあ、本当だったらね、弾みをつけなければいけないはずなんですが、どうしたんでしょう。もうちょっと、なかなか今日だけは、切り替えられないのかなと正直思ってます。はい、でも、まあ、この土日でね、もう切り替えるしかないので、本当にもう終わった試合なんで、いつまでもうだうだ言ってられないので、言いませんが、はい、めちゃめちゃきついですね。はい、きついです、しんどいです。はい、多分、皆さんは言いたいこと、山ほどあるかと思いますが、今日だけは、はい、言ってください。今日だけはもうなんかうだ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 、もうなんか言っていいかなと思います。はい、もう焼け酒してください、今日だけは。はい、もう好きにしてください、今日はっていう、もうそれしかないので、その代わりに、清水で皆さん、飲み行ってくださいね。はい、藤枝とかで、あまりお金落とさないでいただいて、はい、清水で飲みましょう。攻撃陣どうしたんですかね。散々点取れてたはずなんですけど、いい時よくて悪い時本当に悪いですよね。守備も、まあ今日は攻守噛み合ってない感じがしましたね。なんか何なんだろう。まあ正直ね、ずっと応援してるからなんとなく分かるんですけど、いつもこんな感じですよね。本当にいい時と悪い時の差が激しい。良くも悪くも、今日はもう圧倒的に悪い。そんな試合だったかなと、思います。で、まあ今日、ちょっとね、試合には見に行けてないんで、ダゾン観戦自宅で、してたんですけど、まあすごい対策されてるなっていう感じがしたし、藤枝に関しては、前回対戦、アイスタでやった時から確実に進化してるなっていうのが、分かるような試合でしたね。すごく向こうは進化してるけど、うちはっていうような、感じでした。週間ね、向こうは2人抜けたにもかかわらず、今3戦連続上位から勝ち点取ってる。首位町田に引き分け、4位ベグディに引き分けで、2位の清水に勝つという、もうむしろオタクが上位なんじゃないかなっていうような、試合を、見事に下げたかなと思います。はい、見事な対策しましたね。ただうちに関しては、前節甲府戦もそうですけど、対策めっちゃ下げてますけど、こっちはじゃあ対策してるのかなっていう、っていうような、コメントに非常に困るような、ゲームだったのかなと思います。はい、あんまり、ちょっと言えないですけど、ただ、本当に切り替えなければならないので、もう来週が全てじゃないですか。はい、山場中の山場ですよ。もちろん対戦相手がね、ジュビゴだからっていうだけじゃなくて、今の順位、残り試合考えても、もう山場中の山場だし、でそこで勝てなかったら本当にもうやばいんで、
ここ直近2試合でそれがより、うん、来週の重要さが余計分かった試合かなと、思います。はい、でまあ今節、うん、うちが先に今日試合やって、まあジュビゴとかベルディとか町田は明日なのかな。はい、でなんですけど、でまあもしジュビロが勝った場合は順位抜かれるんですけど、まあ正直抜かれちゃってもいいのかなって、思いますね。うん、なんかもうそれぐらいのピンチに立たないと、うん、力発揮できないのであればもうしょうがないし、まあ今回はねもう自分たちでそういうね、結果を招いてしまったので、うん、もう一旦今週は自動昇格権譲っちゃってもいいのかなっていう、ふうにもう思います。うん、でただ来週勝てばまた上に行けるので、うん、それで勝てばいいだけの話です。はい、もう自分たちのね決断は自分たちで、引きましょう。うん、今回もしょうがない、もう自分たちが悪い、うん、としか、言えないです。はい、うん、もうまあおそらく最終節まで、決まんないのかなっていうふうにもなんかなんとなく覚悟してますし、うん、ただ、来週ね、まあ、もちろん勝ちますけど、そこで勝つことでまた、スイッチ絶対入るはずなので、そういう試合です来週に関しては本当に。うん、ただもう来週負ければ、うん、一気に持って帰るし、正直ねジュビロー、ベグディだけじゃないじゃないですか。今一番勢いのっていうのはおそらくジェフ千葉さんなんで、はい、そこも一気にまくってくる勢いなので、うん、まあそんなこと言ってもしょうがないんですけど、とにかくにも、今日は焼けだけです皆さん。はい、今日だけはもう清水でバンバン金落としてもらって、うん、今日はもう文句言ってください、ぐちぐち言ってください。うん、あーだのこうだの言いましょう。明日のまあそうですね、明日おそらく2日目になると思うんで、夕方ぐらいから切り替えていただいて、週1週間、まあ、ポジティブな気持ちでね過ごしてもらって、10月7日土曜日かな、うん、まあもうチケット、完売しちゃってるんで、今取れてない人は、おそらくダゾン完成になってしまうと思うんですけど、もう明日の夕方から、切り替えていただいて、ジュビロに勝つための準備をね皆さんでやっていければなと思います。僕もなんとかチケット、取らせていただきまして、立ち見席にはなりましたが、まあどの道立っていくんでね、はい、ありがたいんですけど、うん、これはもう応援していきたいと思います。ちょっと怖い1週間が始まりましたね。うん、ちょっと怖いよもう、うん、すごい嫌な予感してましたけど今日の試合も、まあ、今日はもう完全に相手の方が、上でした、うん、それにつきます。でも、もうぐだぐだ言ってらんない、来週勝つしかない、うん、残り5試合でも勝つしかない、うん、じゃあ勝ちましょうよ、応援しましょうよということで、はい、できます。で、まあ、もしね、いやそんなこと言ったってヤングさん簡単に切り替えられないよと、おっしゃるのであれば、明日10月1日、藤枝の方で、こちらニコニコヤング、出展させていただきます。はい、フラッピングファクトリーさんというね、まあ、車屋さんのガレージ、僕の車作っていただいたところになるんですけど、そちら出展してるので、なんか、うん、愚痴を吐きたい人はぜひ、まあ、お店の方に来ていただいて、あの僕にその愚痴を全部ね、ぶちまけていただければなと思います。はい、何でも聞きます。はい、聞かせていただきます。皆さんその痛いやつ、うん、愚痴とは言わないですけど痛いやつ全部あの聞きますよ。はい、なんで言ってください。はい、うん、そこで止めてほしいですね。なんか掲示板とか、うん、まあ SNS とかにあんまね書くよりかは全て僕にぶちまけていただいた方が、いいです。うん、あんまやっぱねそういうみんなが見るところで書くのは正直やっぱ
ね、好きではないので、うん、やっぱりいろんな人が目にしてしまうところで、ネガティブ要素っていうのは僕はね、変に、うん、そのネガティブが広まるだけでいい気持ちはしないので、うん、自分の中で留めるか、私に全て吐くか、どちらかに、してください。はい、うん、まあでもまずね、今日焼け酒して、それで解消していただくのが一番かなと、思います。はい、今日はぜひ皆さんお茶割りをたくさん飲んでくださいということで、それにしてもショックだね、悔しいね、悲しいよ本当に、うん、もうとうとうこういう時代にもなったんですね。はい、あげだけのほぼホームみたいなスタジアムで、うん、隣町に負ける、悔しいな、悔しい、あれ泣きそうだからやめよう。もう終わります。すいません。来週お会いしましょう。バイバイ。